始まるよ。みんなで作るけん広島、広島県。皆さん、こちらをご覧ください。広島県内で想定される地震の例です。五日市断層、秋灘、伊予灘の地震などがありますが、例えば五日市断層で地震が起こった場合、広島市近郊では震度5強以上の地震が起こる可能性があります。これら以外にも広島県内どこでも地震が起こる可能性はあるんです。安心してはいけませんね。いつ起こるかわからない地震、こちらの起震車でこれから私松本体験させていただきます。この起震車は広島市消防局が所有していて、なんと震度7の揺れまで体験できちゃうんですよ。震度7、未知の体験ですね。これから、これはすごい揺れです。立っていられないような状況です。あ、痛痛痛痛、どうします。おー、これはすごい、すごい揺れています。それではここで皆さんに質問です。このような地震が起きた時のために何かしていますか？うわー、揺れる。地震が起きた時のことを考えて何かしてらっしゃいますか？あ、地震の時、ちょっと家具なんかを、ね、少なくしました。少なくした、タンスなんか置かないようにしました。あ、なるほどですね。天井の上と、はい、その消火の一番上をね、こう挟むようにして動かないようにする。それはなんかつっかえ棒みたいなもんですか？あ、そういうこと、つっかえ棒です、うん、新潟中越地震での負傷者のおよそ4割が家具の転倒により負傷したことが分かりました。タンス、食器棚、本棚などには家具転倒防止器具などを取り付け、地震から身を守りましょう。またガラスにはガラス飛散防止用フィルムを貼るのも有効です。地震が起きた時に何かしていますか？何か起きた時ですか、うん、備えてカップラーメン。お、カップラーメンをどうしてるんですか？が常備してあります。あ、それは地震備えてですかね。お、はい、ちゃんと考えてますね。袋、銀色のやつ、はい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 、家にあります。多分、あ、もしかしてそれはあの非常用の持ち出し袋、はい、はい、中に何が入ってるか開けたことないの、わかんないです。非常袋持ってますけど、軍手とか、ラジオとか、はい、素晴らしいですね、水、缶詰、レトルト食品などの保存食は保存期間の長いものを選び、直射日光を避け、温度、湿度の低い場所で保存しましょう。定期的にチェックしておくこともお忘れなく。そしてもう一つ大切なことがあります。それはもしもの時のために家族で避難方法や避難場所、そして連絡の取り方などを確認しておくことです。各地区の避難場所は県のホームページから確認できます。今できることは必ずあります。あなたは地震が起きた時のために何かをしていますか？広島県からのお知らせです。4月4日ご覧の会場で不動産無料相談会を実施します。不動産の鑑定価格、賃料などについての相談を受け付けます。どうぞお気軽にご来場ください。地球温暖化の進行を止め、大気汚染を防止するために私たちにできること。その一つがアイドリングストップです。停車中はエンジンを止め、エコライフを心がけましょう。